こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。宝山株式会社の橋本です。この動画では第2種電気工事士技能試験の施工方法について解説します。今回はですね、こちら2021年の候補問題なんですけれども、こちらの候補問題のナンバー9に取り組んでいきます。このようにですね、候補問題では詳細な施工条件明記されていませんので、ご自身で練習される際にはですね、必ず施工条件確認するようにしてください。今回は2021年上期の技能試験で実際に出題された過去問に取り組んでいきます。それではまず支給材料の確認からやっていきます。まず1番、600V ビニール接延ビニールシースケーブル平型シース青色 2mm 二芯長さ600です。こちらですね、外装青で中二芯です。次2番が 600V ビニール接延ビニールシースケーブル平型 1.6mm 二芯ですね、長さ1250です。こちらですね、中二芯の芯線 1.6mm です。3番が 600V ビニール接延ビニールシースケーブル平型 1.6mm の今度は三芯ですね、長さ350です。はい、こんな感じで三芯になってます。次4番ですね、 600V ビニール接延電線緑色の 1.6mm 長さ150です。こちらですね、ちょっと見慣れない電線なんですけれども、 IV 線とも呼んだりします。次5番が、ランプレセプタクルのカバーなし、6番が、引っ掛けシーリングローゼットのボディ丸型のみ、7番が埋め込み連用タンブラスイッチ、次8番ですね、こちら、埋め込みコンセント 15A 125V、接地極付き接地端子付きですね。こちらですね、ご家庭でももしかしたら見かけたことあるかなと思うんですけれども、こんな感じでですね、一番下のところに接地線をさせる穴がついてます。接地端子ですね。次9番ですね、これ大事です。埋め込み連用取り付け枠ですね、こちら支給されているので必ず使って施工してください。次10番が、リングスリーブの小が予備品含めて2つ、11番、リングスリーブの中が予備品含めて1、2、3、3つ、で12番13番ですね、差し込み型コネクターの2本用が、1、2個、3本用が1個、支給品の確認以上になります。はい、では次ですね、伏線図書いていきます。私はですね、 DK の210の伏線図練習キット、こちらのホワイトボードとマグネット使って書いていきます。ではまず、問題用紙のですね、配線図確認していただいて、この通りに、器具とジョイントボックスですね、書き写していきます。まず電源が真ん中上の方にあって、その下にジョイントボックス、その下に E の引っ掛けシーリングがあって、右側ですね、コンセント EET と書いてあるんですけど、これ接地極付き接地端子付きコンセントですね。で右上にもコンセントあるんですけれども、こちらはダブルコンセントです。右下はですね、接地極がありまして、こっちが D 種接地工事の記号を書いてあります。次、左側のジョイントボックスに行くと、左上に E のランプレセプタクルがあって、左下 E のスイッチがあります。では、ここまでできましたら器具管を線でつないでいきます。白丸から伸びる接地側の線ですね、これは負荷とコンセントにつなぎますので、まず負荷引っ掛けシーリングにつないで、次コンセントですね、でこっち側のコンセント、接地極付き接地端子付きのコンセントがこれで、裏面見るとこんな感じになってます。でこのコンセントから施工省略部分のダブルコンセントにつなぎますね。
今ジョイントボックスから伸ばしてきた線はこの3つ縦並びになっているうちのここ使いました。で、ダブルコンセントの方にはですね、あの上の、まあ、ここ設置非設置してあるんですけれど、右側が設置側の線になってますので、こんな感じで書いておきます。では次、左側のジョイントボックスに線を伸ばして、ランプレセプタクルですね、ここにつなぎます。では次、黒丸から伸びる非接地側ですね、こっち側スイッチとコンセントにつなぎます。なので、右側のジョイントボックスから接地極付き接地端子付きのコンセントにつなぎ、先ほど同様ですね、コンセントの今回で言うと左上の穴からこんな感じでつなぐイメージになります。では、こちらですね、接続点から左側へ伸ばしてスイッチ E のスイッチにつなぎます。では、ここまでできましたらスイッチと負荷それぞれつないでいきます。今回はですね E のスイッチと E の引っ掛けシーリングランプレセプタクルをつないでいきます。で、すいません、ちょっとランプレセプタクルにつないで、次がこんな感じで E の引っ掛けシーリングにつなげました。最後ですね、ここのコンセントから接地極につなぎます。で、ここで見たとき一番下の2つがですね接地端子になってます。こんな感じでつないでおきましょう。では、電線の種類ですね、芯線が太いものを書き込んでおきます。配線図見ますと、今回はですね電源部分が VVF の 2mm に芯、そしてもう一つですね、B のジョイントボックスからコンセントまでがこちらも VVF の 2mm に芯になってます。次電線の色決めていきます。接地側から伸びる線は、4、5線でつなぎますのでホワイトの W で書き込んでいきます。非接地側から伸びる線は黒線でつなぎますのでブラックの B で書いていきます。今度はそれぞれの、器具から伸びる部分ですね、こちらは片方白なのでもう片方黒、こちらは片方黒の片方白、片方白の片方黒、ここまで決まって、あとここの三芯線のところですね、黒白すでに使ってますので残りは赤一色だけですね。で、あとここですね、接地端子から接地極に伸びる線なんですけれども、施工条件でしてあります。施工条件の2番の、丸3、接地線には緑色を使用するというふうにありまして、こちらのですね IV 線でここの接地線つなぎますので、ここは、グリーンの G で書いておきましょう。では次、圧着マーク決めていきますね。ただすいません、その前にジョイントボックスの中の接続方法を確認しておきましょう。施工条件の3番丸1ですね、 A 部分は差し込み型コネクターによる接続とする、 A 部分こちらですね丸差しで書いておきます。次、2番ですね、 B 部分はリングスリーブによる接続とする、丸リーで書いておきます。で、今圧着マーク決める前にですね接続方法を確認しました。で、もし今回取り組んでいる過去問と今度の試験も全く同じ施工条件で出題された場合、試験当日はこちらの左側のジョイントボックスはですね圧着マークは決めなくて構いません。
ただ今回練習ですので、すべての接続点で圧着膜を決めていきます。 A はここが中のここが丸で小ですね。次は電線の寸法を決めていきます。ここが、器具間150とジョイントボックスの100で合わせて250。引っ掛けシーリングにつながるところ、ジョイントボックス100、器具間150。引っ掛けシーリングには、20ミリ結線に使用するんですけれども、その20ミリは、含めなくても誤差の範囲として許容できるというのと、覚えやすさ重視で今回は計算せずにいきますので、ここの引っ掛けシーリングにつながるところは250電線用意する形でいきます。次、ジョイントボックスからコンセントまでですね。ジョイントボックスの100、器具間150、コンセントに100使用しますので合わせて350。接地極付き、接地端子付きコンセントからダブルコンセントまでですね。こっちが施工省略部分ですので、結線の分の寸法は考えなくていいです。器具間の150とコンセント、EET のコンセントの結線に使用するのが100、合わせて250、ではここですね、コンセントの結線に100、器具間が100ですね。でここは200としてしまいたいんですけれども、支給されている IV 線がですね、長さは150ミリなので、ちょっともう長さの都合上150でしか施工できませんので、ここはちょっといろいろ書いたんですけれども、150だけで大丈夫です。で今度ですね、左側、三芯線の部分ですね、よいしょ、ちょっと見えづらいんですけど、右側のジョイントボックスで100、器具間が150、左側のジョイントボックスで100、合わせて350です。ランプレセプタクルところですね、多めに50確保して、器具間150、ジョイントボックスで100、合わせて、300ですね。最後 E のスイッチにつながるところ、ジョイントボックスで100、器具間150、スイッチの結線に100使用しますので、ちょっと場所狭いんですけれども、合わせて350ですね。最後ですね、これは私と同じでちょっと心配やなという方だけで大丈夫なんですけれども、今回連用取り付け枠が支給されてます。で使用できるのはここの E のスイッチ部分だけなんですけれども、ちょっと忘れないように目印で赤丸つけておきます。では複線図以上になります。ではこちらの複線図を見ながら実際に施工していきます。ではこちらの電源部分からやっていきます。 VVF の 2mm 二芯、長さ250を用意します。ジョイントボックスで使用する方の外装10センチストリップして、こちらリングスリーブで圧着になりますので、芯線被覆は20ミリストリップします。次引っ掛けシーリングですね、やっていきます。こちらが 1.6 ミリ二芯、長さ250用意します。ジョイントボックスで使用する方の外装10センチと
リングスリーブで圧着するので、20ミリですね。新鮮被覆ストリップします。で反対側ですね、引っ掛けシーリングの血栓には外装2センチストリップして、新鮮被覆は10ミリですね、ストリップします。では引っ掛けシーリング裏返して、設置非設置してありますので、それ間違えないように新線差し込んでください。ですね、真横から見た時ですね、台座の下から新線被覆見えないようにしてください。今ですね、外装2センチでストリップしたんですけれども、これより長いと多分見えてしまうので、どんなに長くても外装は2センチストリップでお願いします。であとですね、新線はこちら、1ミリ見えてると欠陥になりますので、もう見えないぐらいまでしっかり差し込んでください。では次、こちらのコンセントに向かうところやっていくんですけれども、まずここですね、ここの電線が VVF の 2mm 2芯、長さ350用意します。ちょっと長いので切りますね。ジョイントボックスで使用する分の外装10センチと、リングスリーブで圧着する分の新線被覆20ミリストリップします。反対側ですね、こちらコンセントの血栓にも、外装10センチストリップします。ここまでできましたら、器具のですね、ストリップゲージ確認していただいて、私持ってるものは12ミリとありますので、新線被覆は12ミリストリップします。で、設置非設置してありますので、その通りに差し込みます。先ほどもですね、お話ししたんですけれども、一番上のここの2つですね、これはダブルコンセントをつなぐ方に使いますので、真ん中にジョイントボックスからの線は挿してください。次ですね、ダブルコンセントに向かうところの 1.6 ミリ2芯ですね、長さ250用意します。設置具付き、設置端子付きコンセントに結線する方の外装10センチと、先ほど確認しました、新線被覆ですね、ストリップゲージにあった12ミリストリップして、よいしょ、反対側ですね、施工省略部分に当たるところですので何もしなくて構いません。先ほどと同様に設置非設置確認して、新線見えなくなるまでしっかり差し込みます。そしてですね、この流れで、設置局につながる部分もですね、線用意します。 IV 線ですね、緑色のもの支給されてまして、もう長さはもともと150なので何も切らなくていいです。で先ほど確認したストリップゲージの、新線被覆ですね、12ミリストリップして、これを一旦上に受けるんですけれども、ここの設置端子ですね、どちら側に挿していただいても構いません。こちらも新線見えなくなるまでしっかり差し込んで、こんな感じですね。で、こう伸ばしてあげると綺麗ですかね。はい、ではコンセント部分できました。それでは次ですね、
左側のジョイントボックスにつながるところやっていきますので、まず三芯線ですね、 1.6mm 三芯を、350用意していきます。すいません、ちょっと字が小さいんですけど、最初に支給されているのが350ですので、そのままやっていきます。右側のジョイントボックスで使用する分の外装10センチとリングスリーブで圧着する分の芯線被覆20ミリストリップします。今度は、左側のジョイントボックスで使用する分の外装10センチと、こちらですね、差し込み型コネクターで接続になってますので、芯線被覆は12ミリストリップします。電線折り曲げるときですね、あの後で分かりやすいので複線図と合わせておくといいかなと思います。では三芯線できました。では次、ランプレセプタクルの部分やっていきます。電線 1.6mm 二芯、長さ300用意します。ジョイントボックスで使用する外装10センチと差し込み型コネクターで接続する分の12ミリで、ランプレセプタクルですね、40ミリから50ミリの間でお好きな長さで外装を向いていただいて構いません。あの当日どちらのメーカーのですね、ランプレセプタクルが支給されるかわからないのと、メーカーさんによって台座の高さ異なりますので、ご自身の作業しやすい長さで剥いていただいて大丈夫です。私は 4.5cm 45mm ぐらいで外装ストリップして、外装もストリップ長さに関わらず芯線被覆は 20mm 剥いてください。では、ここまでできましたら、私できるだけ複線図と、向きとかですね、揃えて施工したいなというタイプなので、複線図では右側に接地側を持ってきているので、この向きでですね、施工するのを意識してやっていきます。では、のの字曲げですね、芯線被覆から数ミリ外して持って、P の958を手のひら外側に向けて持ってぐるっと返していきます。反対側も同様です。で、接地側が右側に来るように置いてますので、それを気にして、のの字曲げですね、右巻きでないと欠陥になりますので、もしちょっとずれてた場合は P の958で、直してあげてください。ではここまでできましたら、ランプレセプタクルの、ネジ止めして支給されてますので、ネジ外していきます。指に沿わせて電線を曲げておいて、その状態でですね、台座の穴に電線通します。で、すぐですね、指で押さえたぐらいでネジ穴と布地曲げの位置合った方はいいんですけれども、私はちょっとうまいこといかなかったので P の958の先の方でちょっと直しました。では、この状態でネジ止めしていきます。押し込みながらですね、ネジ回していきます。
では反対側も同様にやっていきます。ここまでできましたら新鮮被覆噛み込んでないか確認してください。で、外装ですね、台座の中に入ってないと欠陥になるんですけれども、もっと言うとですね、外装が台座から見える形、こんな形で施工できていくとよりいいかなと思います。ではランプレセプタクルの部分以上です。ではですね、次がここの E のスイッチ部分ですね、やっていきます。で、ここの赤丸ですね、連用取り付け枠つけてくださいねという意味で書いてましたので、先にそうですね、取り付けやっていきましょう。で、マイナスドライバーご用意いただいて、専用取り付け枠は向きあります。上と書いてる方が上、向くようにしてください。で、今回は取り付ける器具1個だけですので、専用取り付け枠の真ん中につけるようにしましょう。でないと欠陥になります。では、取り付けて引っ張って取れたりしないか確認します。では次、電線用意していきます。1.6mm 二芯、長さ350ですね。ジョイントボックス側で外装10cm と、新線被覆は差し込み型コネクターなので 12mm ストリップします。スイッチに結線する側が外装10cm で、新線被覆ですね、ストリップゲージ確認していただいて、私持っていくものは 10mm とありますので、スイッチ側は新線被覆はよいしょ 10mm でストリップしていきます。ではですね、上下位置を確認していただいて、単極スイッチは、極性ないんですけれども、私は一応伏線図の通りでつないでおきますね。白線左側、黒線右側でつないでおきます。どちらでも大丈夫です。で、表に向けて、スイッチ部分できました。では器具すべて用意できましたので、この伏線図の通りにですね、まず器具並べていきます。よいしょ、コンセントがあって、よいしょ、電源があって、その下引っ掛けシーリングですね。で、三芯線があって、三芯線は、右側のジョイントボックス長めに新線被覆ストリップしてますので、そこ気にしておいてあげるとミス防止になると思います。左上にランプレセプタクル、左下にスイッチ、こんな感じになってます。ここまでできましたら、こちらのですね、 P926 の合格クリップ使って仮接続していきます。まず電源側からやっていきますね。電源の四五線ですね、コンセントの四五線と引っ掛けシーリングの四五線と三芯線の四五線とつながってます。4本ひとまとめですね。電源の四五線とコンセントの四五線と引っ掛けシーリングの四五線と、よいしょ、あと三芯線の四五線ですね。で、今回はリングスリーブで圧着になりますので、できるだけ新線被覆ですね。よいしょ。今回はというか、右側のジョイントボックス側ですね。
できるだけ新鮮被覆高さ揃えて仮接続しておくと後々楽かなと思います。よいしょ、はい、では次、電源の黒線ですね。三芯線の黒線とコンセントの黒線とつながってます。こうですね。あ、ちょっと今クリップ落としちゃいました。よいしょ、はい、では今度ですね、同じジョイントボックスのもう一個ですね、引っ掛けシーリングの黒と三芯線の赤がつながります。ここですね、はい、では右側のジョイントボックスできました。次左側のジョイントボックスですね。では、三芯線の黒線が、スイッチの黒線とつながってます。で、次ですね、三芯線の子午線とランプレセプタクルの子午線がつながってます。こんな感じですね、はい、で、ここですね、ランプレセプタクルの黒線とスイッチの子午線、それから三芯線の赤線がつながってます。では、仮接続できました、はい、それでは実際に接続やっていきます。まず右側のジョイントボックスですね、リングスリーブで圧着する方からやっていきます。中のリングスリーブが2つと、あと小のリングスリーブ1つですね。で、電源からつながる方がどっちがもう中の圧着マークですね。ではやっていきます。圧着工具ですね、ご用意ください。私 P の738使っていきます。リングスリーブですね、開いてる方が根っこに近いように差し込んでいきます。で、中の圧着マークつけるとこですね、っていうか、中のリングスリーブの圧着結構硬いというか閉じるのが大変なので、女性の方とか特に試験本番一発勝負とかではなくって、一度練習の時点でやっておいた方がいいかなと思います。私もそれなりに力自信ある方なんですけど、結構硬いんですよね。よいしょ、はい、まあ大変。では圧着できましたらすぐクリップ外すようにしましょう。もう一つこちらですね、四五線ばっかり集まってる方も中のリングスリーブで圧着していきます。高さ揃えるのがですね、ちょっと本数増えると大変なんですけど、しっかり揃えておきましょう。で、ちょっと本数増えてきた場合ですね、あ、ちょっとうまくいかなかったので一旦外したんですけど、今回でいうと、4本ひとまとめにして圧着するんですけれども、4本ともリングスリーブの上から見えてないと欠陥になりますので、ちょっとそこら辺意識しながらやりましょう。いけますかね、ちょっと
こうか。こうですね。はい、では圧着していきます。よいしょ。はあ、よいしょ。あ、いけました。で、次がここですね。黒線と赤線のところがマグの圧着マグですね。で、逆にここはですね、線の本数も少なくてリングスリーブちょっと動きやすいかもしれないので、新線被覆とリングスリーブの間にちょっと指をかませてあげるといいかなと思います。マグの圧着マークをつくように閉じていきます。では、リングスリーブの部分圧着できましたら忘れずに末端処理してください。リングスリーブの上の端からですね、5ミリ以上新線見えてると血管になります。はい、では次、圧着工具はもう使いませんのでしまっていただいて大丈夫です。次、差し込み型コネクターで接続する方ですね。2本用2個と3本用1個ですね。はい。で、こちらはですね、あら、ちょっと待ってください。今、合格クリップ同士がくっついてしまってて。こちらですね、圧着じゃない、接続する前にクリップを外すようにしてください。1本ずつ差し込んでいきます。私さっき長さ測ってですね、ストリップしてますんで特に確認せずに接続していくんですけれども、もし不安な方は、差し込み型コネクターの側面にあるストリップゲージですね、見ていただいてそれから、差し込むの方が安心かなと思います。しっかりですね、コネクターの先に窓を開くんですけれども、そこから新線見えるように差し込んでください。では施工以上になります。では施工完了しましたので、最後血管に当たるところないかですね、最後見てちょっといきたいと思います。まずですね、リングスリーブの末端処理ですね、忘れやすそうなところなので気をつけてください。あと差し込み型コネクターですね、しっかり、先の窓から新線見えるようにするのと、あとつどつど気をつけていただいてるとは思うんですけれども、差し込む系ですね、新線見えないようにしっかり差し込んでください。こちらもですね。あとランプレセプタクルは、外装ですね、最低でも台座の中に入るようにするのと、もし行きそうであれば外装が台座から見えるような形でできていくといいかなと思います。はい、では施工完了しましたので、ここからは Z の222の合格配線チェッカー使って今回作った作品がきちんと電気の通るものになっているかを確認していきます。今ですね、ランプレセプタクルとか引っ掛けシーリングとかに取り付けていくんですけれども、こちらの Z の222ですね、実際の試験には持ち込めませんのでご了承ください。今ですね、電源部分に、息入れてるんですけど、電源として乾電池ですね、取り付けてます。で、この時点でここのコンセントが点灯しているのと、あとこちらですね、施工省略部分も電気通って点灯しています。で、複線図ですね、見ますとここの E のスイッチで E の引っ掛けシーリングと E のランプレセプタクルが点灯してくださいねという配線になってますので、ここを押しますと、まずここですね、引っ掛けシーリング、分かりますかね、点灯してます。
で、もう一つこちらですね、ランプレセプタクルも点灯してます。では今回の作品ですね、ちゃんと施工できているのが分かりましたので、今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。試験当日まで一緒に頑張っていきましょう。